あれはピートか。どういう世界なんだ、ここは。どんな世界にせよ、あいつは放っておくわけにはいかないな。Yeah!
何が始まるんだ。あれはミッキーたちのつもりか。しかしあいつらはどこの世界でもいつも一緒なんだな。ピート。待て。はい。これまでだ。くらえ。くらえ。やや。くらえ。受け。や。なんだ。ミニ。ありがとう、助かりました。どこへ行くんだ。急がないと獣士たちが危ないのです。何があった、詳しく聞かせてくれ。あなたは。リク、ミッキーの友人だ。舞台に危険な仕掛けがしてあって、ミッキーたちを誘い出して罠に陥れようとしているのです。装置はここで操作できるのですが。はあ、やばいやばい、これを忘れるとこだった。あれ、なんで出ちゃってるの。おい、何してるんだ。ボスがお待ちかねだぞ。あれです、あの装置を取り返してください。わかった。逃げろ。話しなさい、無礼ですよ。これはこれは女王陛下、ご機嫌麗しゅう。ピート隊長、これはどういうことです。なに、大したことじゃありません。俺様がこの国の王になるだけの話です。ミニー王女の宣言で。なんですって、そんなことを私がするとでも。もちろん王女本人にしていただこうとは思ってません。王女の偽物に宣言させるんです。その間王女には黙っていてもらおうと。そんな悪巧み、ミッキーたち獣士隊が許しませんよ。ああ、あいつらには
ここで消えてもらうから心配ご無用。おい、準備は整ったか？バッチリですボス。さっき試してきた。やつらぺしゃんこですよ。よし、お前らそいつをなくすんじゃねえぞ。女王は舞台裏の特等席でお待ちいただけますかな。さあ舞台の幕開けだ。これまでだ。はっ。
これまでだ。こいつを倒さないとってやつか。
くその装置を。これでどうだ。は？なんだと？どうやら間に合ったようだな、ソラ。ああ、よかった。ありがとう。あなたのおかげです、リック。まるで重視体のような働きでしたね。何なんだ？その重視体というのは。そんなことを言うのか？ええ、誇りある獣子隊の心得です。みんなの絆を結ぶ言葉なのですよ。そうだな、俺にぴったりの言葉なのかもな。みんなは一人のために、一人はみんなのために。ソラとリクが旅立ってすぐに違和感があった。もしかするとかなり早い段階からゼアノートに感づかれていたのかもしれん。それじゃあ二人は？今回の試験は本来の承認試験とは全く異なる。しかし彼らが今後なすべきことを考えれば不可欠なこと。純粋な光の数、7つの扉を開けば、新たな力を手に入れ、ここに戻るだろう。その時点で、マスターの資格は得ているはず。それゆえ、試験というには、厳しく危険ではある。二人は大丈夫なんですか？二人の力を考えれば、無理なことではない。だが気配は引き続き探っているが、どうもおかしい。ゼアノートは巧妙な策士だ。こちらの動きはある程度想定済みだったのかもしれん。ではかつての機関のメンバーがこうして人間に戻った。それはゼアノーとも同じはず。こうなった以上、ゆっくり考える猶予はない。ゼアノーとの想定外の一手、こちらも裏を書く必要がある。もう一度聞くが、決して楽な道ではないぞ。ああ、さっさと始めてくれ。